ロザリンドは天皇星の第13衛星である。ロザリンドは1986年1月13日にボイジャー2号が撮影した画像の中からボイジャーの画像解析チームによって発見された。発見は同年1月16日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S1986U4 というカリフ号が与えられた。 その後1988年6月8日に、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、お気に召すままに登場する追放された公爵の娘、ロザリンドにちなんで命名された。また、ユーラネスサーティンという確定番号が与えられた。ボイジャー2号が撮影した画像の中では、ロザリンドはほぼ休憩の天体として映っていた。ロザリンドの長軸と短軸の比率は0.8から1.0と推定されている。 また、表面は灰色である。ロザリンドは、速攻的特徴や軌道要素がよく似たビアンカ。クレシダ、デズデモーナ、ポーシャ、ジュリエット、キューピット、ベリンダ、ペルディータと共に、ポーシャ群を形成している。ロザリンドは、コーディリアとの3、5軌道共鳴に非常に近い位置を公転している。また、ペルディータとの7。 八の軌道共鳴にも近い。ありがとうございます。